名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第4戦です。中日ドラゴンズ対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日負けてしまうとここで終わり、敗退となってしまいます。いかがでしょう。今日はまず先制点を取って自分たちのリズムで試合を行いたいですよね。そうですね。さあその大事な先制点取ることができるのか注目です。まずはドラゴンズの先発石川、打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターは新井、石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。打った、高く上がった、これはどうか、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ワンアウトランナー二塁となりました。さあドラゴンズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。打った、高いバウンドになった、サード取った、内野安打。ドラゴンズさらにピンチが続きます。ここはキーポイントになるかもしれませんね。まあそして勝負強いバッター、初球打ち、文句入った、ホームラン、小栗先制スリーランホームラン。ドラゴンズ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですがここで打たれました。まあこれは慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは注目のルーキー栗。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。里崎さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ立ち上がりやれてますから、ここから調子を上げていってほしいですよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。3球目は何で来るか。見逃して三振です。バッターは金村、ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。さあ2球目は何か。体に近いところ、ボール先行です。ナイスボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、打ちました、左中間に強い打球。さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に。打ったー、スタンド一直線、門入った、ホームラン、ツーランホームラン。ドラゴンズその差が5点に広がる重い一発を浴びました。初球でした、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。5対0。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは注目のルーキー吉田。ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。打ちました、これもいったか、大きな打球になった、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。ドラゴンズその差が6点に広がる重い一発を浴びました。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。バッターはピッチャーの土屋。ドラゴンズこの回先制点を与えています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
打ちました。これはどうだ。取りました。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ3本のホームランが飛び出しました。6対0バファローズ。これから2回バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。丸大石バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ厳しい展開。初球打ち、これはどうか。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは2番新井。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。これが3球目。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは3番デイビス。まあドラゴンズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね。しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。はい、さあどういう。打った。下がっていく、下がっていく。レフトポール際、判定はファウル。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。レフトバックする。バック、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追加点を許します。8対0。ここで一発を浴びてしまいました。打順は4番小栗。先ほどの打席で先制となるスリーランホームランを放っています。いやー、あのホームランは痛かったですよね。はい、取りました。一塁アウト。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあこれはファウルになります。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには6番金村。さっきはツーベースを打たれましたからね。ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は打った。レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。打席には7番バッター山下。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、バファローズこの回7人目のバッターになります。インコースへ大きく外れます。打ちました。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね。次の投球に期待しましょう。打ちました。ストレートに詰まってワンアウトとなっています。次はピッチャーの打順ですが先発の土屋打席に入ります。まあここはあまり使っていない球種を試してみるのもありですね。そうですね。打順はトップに帰って大石。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。これはショート強打、掴んでスリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。4回に入っていきます。バファローズの攻撃。バッターボックス新井、今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ドラゴンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはフライになっています。3球目打っていきましたがワンアウトとなっています。バッターボックスデイビス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、まずはワンアウトを取っています。いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。高めギリギリです。
ワンボールツーストライクです。これが4球目。ファウルになります。打ちました。亀澤抑えてツーアウトになりました。バッターボックスは4番小栗、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。アウトコースストレートが決まっています。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁、バッターボックス栗。まあドラゴンズとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸び、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。高めに浮いてしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。6番バッター金村、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子を抜かせたくないですからね。ジャストミート、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。マルティネスストレート、レフトスタンドに運ばれました。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。11対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。打順は7番山下。初球ボール、高めいっぱいに決まります。切れました、ファウルボールです。低めに外れてボール。次が勝負ですね。はい、三遊間取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。11対0。バファローズ、これから5回バファローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。福が3番手としてコールされています。5回の表、里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられるか。中三遊間、高橋取って、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の土屋バッターボックスに入ります。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。打ちました、変化球に泳がされてツーアウトとなっています。打順は1番に帰ります。バッター大石、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。初球ボール、まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、さあ打ちました、伸びていく、外野大きな打球にあった、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達、ツーアウトランナー2塁。打順は2番新井。まあドラゴンズとしてはここはビシッと抑えて反撃につなげたいですよね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。次が2球目、引っ張った、ファーストを取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。日本シリーズ第4戦は6回の表に入ります。オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはデイビス、今日はホームランを放っています。ドラゴンズ厳しい展開で6回を迎えています。ワンアウト、バッターボックスには4番小栗、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。福、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか、インコースを厳しく攻めます。変化球高めいっぱい、ストライクです。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。さあ仕留められるか。これはファースト、ビシエド抑えて
一塁そのまま入ってアウト。バッターは5番クリ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ツーアウトランナーありません。構えます。初球から積極的に行きましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。この回バファローズ、石さん、こういった試合は流れを引き戻すというのは簡単なことではないですよね。いや本当ですね、まあ、精神的にきつい試合になってしまいましたね。そうですよね。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには7番山下、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。打席には8番バッター吉田、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。初球ボール、これが2球目。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン、ツーランホームラン、ドラゴンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。13対1、ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、先発の土屋、バッターボックスです。調子自体悪くないんで、引き続き投げさせるということですね。そうですね。打ち上げた、この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたが、ツーアウトとなっています。打順はトップに帰って大石。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低め打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。変化球をレフトスタンドに運ばれました。三塁回って今ホームイン、14対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには2番新井。さあ初球は何か、打ちました、伸びていく、ヒットになった、二塁へ送球、ツーアウトランナー一塁。バッターは3番デイビス、今日はホームランを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。さあ2球目は何か、走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。引っ張った、ショート取った、一塁送球、ドラゴンズさらにピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁、4番バッター小栗、今日はホームランを放っています。ツーアウトランナー三塁一塁と変わります。ここもアウトハイへ、ボールになります。外へのストライク、打ちました、詰まりながらも右中間へ、この打球はフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。14対1、バファローズ。これから8回バファローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号21、岡田が4番手としてマウンドに上がります。打席には5番バッター栗、今日はホームランを放っています。ドラゴンズ厳しい展開で8回を迎え、打ちました、いい当たりだ、打った瞬間入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。岡田ストレート打たれました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対1。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番。打ちました、これは大きい、伸びていく、初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。
7番バッター山下、今日はホームランを放っています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ワンアウトになっています。ボールになります。打ちました。伸びていく、積極的に行きましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト。打順は8番吉田、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、三塁線、高橋抑えて2アウトランナー1塁、バッターは土屋、ヒットでランナーを1塁に置いています。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。インコース決めてきた。ノーボール2ストライクです。ランナースタート、ファーストランナースタート。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど、走ってきた、打ちました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。15対1。これから9回バファローズの攻撃です。そしてドラゴンズは、さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけない。外のボール打っていった、掴んでワンアウト。バッターは2番新井、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。バッターボックスには代打の羽田、ここでリードを広げたいですね。レフトに持っていった、大きいぞ、入った、ホームラン、羽田ソロホームラン、ドラゴンズ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。打順は3番デイビス、先ほどの打席は内野安打でした。ストレート打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト。バッターボックスは4番小栗、今日はホームランを放っています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。右に切れてファウル、外へのボールは入りません。これはどうか、高く上がった、ファウルグラウンドへのフライです。抑えて3アウト。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ日本一達成、今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔、日本シリーズを制したのはオリックスバファローズです。西さん、残念ながらこのシリーズ1勝もできずに敗れてしまいました。本当に残念です。まあとにかくね、この悔しさをバネに来年以降から、チーム作りまた一つねステップアップしてほしいですね。そうですね、来年のリベンジに期待しましょう。万歳三勝が始まっています。さあそして監督の胴上げ、敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのバファローズファンの元に向かいます。そして日本一になった報告をファンの元に届けていきます。ご覧のようにオリックスバファローズが見事日本シリーズを制しました。おめでとうオリックスバファローズ。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。